皆さんこんにちは、みのこです。はい、今回はですね、ファイナルラブライブで、もらったものや、買ったもの、そしてガチャの紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、今の撮影日が4月3日ということで、3月31日、4月1日、あと4月2日のアンコール中継に、自分は行ってきました。まあ、合計ね、3日間、ファイナルラブライブでね、もうすごい幸せなね、時を過ごしてきました。で、そこで、まあ、もらったものなどを紹介していきたいと思います。じゃあ最初にライブビューイングに行って、入場者特典でもらったものを紹介していきたいと思います。で、まあ自分は、2回行ったのでこちらを2枚もらいました。ですね、これをよく見るとこういうふうになんか金色でサインが入ってるんですよ。ちょっと見えづらいと思うんですけど、まあ、こんな感じでサインが一人一人入っています。で、今回のファイナルラブライブのキービジュアルとなっております。いやー、これね、本当いいですよね。なんだろう、ホロ加工っていうんですか、そんな感じになってるんですよ、このポストカード自体も。だからちょっとキラキラしてていいなーって思いますね。もうライブを見てからこれは結構いいですね。やっぱ感動しますね。まあこんな感じです。で、ライブ会場、東京ドームで、もらったものですね。こちらも入場するときにもらったものですね。こちらのチラシとなっております。で、これはまあチラシの中に、まあ、結構な枚数、結構分厚くて結構な枚数が入っているので、何が入っていたか紹介をしていきたいと思います。はい、まず最初にこちらラブライブのなんかメモリアルアイテムとか書いてありますね。で、ここにファイナルラブライブの、ブルーレイと DVD が発売決定になりましたよとか、あとソロライブシリーズ第3弾ということで、ミューズの9人みんなの、ソロアルバムですね、そちらが発売されるらしいです。ついに来ましたね、第3弾。第1弾、第2弾と聞いてきたんですけど、やっぱソロいいですね。本当に一人で歌ってなんか良さがすごいわかるみたいな、そんな感じです。はい、で、まあ、コンプリートベストボックスって書いてあるんですけど、これ最初何かなと思ったんですけど、なんか聞いたところによると、今までの PV、ロックあるじゃないですか、6作、シングルで発売されて PV 付きの、シングルが6作あって、その他にもアニメとかで流れたその PV あるじゃないですか、あのアニメーション PV みたいな、そんなのがなんか一気に集まったそのコンプリートボックスだっていう風にちょっと小耳に挟んで、まあそういうのかなと思って、自分は楽しみに待ってますね。はい、でこんな感じで裏は、こんな感じで、アニメーション関連商品がなんかこんな感じで紹介されてます。で、その他はキャストさん、ミューズの声優さんたちのソロ活動ですね、チラシが四角で、これ空丸の引き出しですね。空丸クスクスクッスンでクッスンのチラシですね。で、これがパイル様のチラシですね。こんな感じで、で、これがリッピーのチラシ。みんなすごいですね、ほんとソロデビューして。よいしょ。で、これがミモリンのチラシ。ちょっと汚いな。まあいいか。ミモリンのチラシですね。これだけなんか、紙質がすごいいいんですよ。ちょっと熱いっていうか、なんかすごいいいですね。で、こちら、すごいキラキラしてます。まあ、武道館ライブ決まったんでね、本当に素晴らしいです。全国ライブツアー行きたいです、自分も。なんですけど、武道館平日なんですよね。なんで平日なんだと思ったんですけど、本当に平日じゃなかったら行きました。絶対行けないよね。木金ですもんね。むずいぞ。まあちょっと頑張ってみます。はい、で、ブルーミング、ウッチーのチラシですね。かわいい、この猿、かわいい猿の着ぐるみで、南條さんいっぱい出してますね、アルバム。いや、素晴らしい。南條さん、ライブ出てくれて本当良かったです。本当に感動しましたね。あ、感想はまだちょっと言えないんですけど。はい、で、ミツンのチラシですね。で、まあ、ここにちょこっとね、ミルキーのチラシが入ってます。総天然色、フルカラー祭りのね、ライブのチラシが入っております。こんな感じで。もう最高ですね、これ。本当面白そうですよね、ライブ。で、こう最後に、スクエス感謝祭のチラシが入っております。
はい、まあこんな感じとなっております。これがチラシですね。ではこれがもらったものの紹介です。じゃあ次買ってきたものを紹介していきたいと思います。自分はですね、まあ事前物販でほとんど買ってしまったんですけど、物販で買おうと思ってたやつがあって、でそれで物販並ぼうかなと思ったんですけど、映画館、自分ムービックス宇都宮に行ってきたんですけど、そこで行ってみたら、売ってたんですよ。なのでその売ってたのでそこで買ってきました。ちょうどねあったんで、こちらです。キーホルダーだっけな、レターチャムキーホルダーですね。自分はラブライブの中でニコちゃんとね、ニコと海ちゃんが好きなので、ニコ海で買ってきました。こんな感じでよかったです。本当にもう東京ドームの会場の物販の列はすごい長いと聞いていたので、映画館で買えて本当よかったですね。こんな感じで、はい、でニコ海を買ってきました。で、まあ、次はガチャですね。会場限定のガチャをやってきました。自分は17回引いてきました。もうガチャに全てお金を吹き込みました。本当にでやっててトレードしてもらって、で自分の欲しいものに変えてきました。でまあ最初海ちゃんから紹介してきますね。で海ちゃんの、サニーデイソング、僕光で、このファンミーティングの、やつの、スクエア缶バッチ、チャックにつけるやつなんかで、これで、まあ、プレートのキーホルダーだったり、りんちゃんの僕光の缶バッチ2つで、りんちゃんのチャーム、りんちゃんの、チャックのやつで、ニコニーのやつ、ニコニーの SDS のサニーレースのですね。で、ニコの、チャーム、マッキちゃんの、チャックのやつ、ほのかのチャーム、のんたんの、チャックのやつ、のんたんの、僕光、サニーデイソングですね。あとは物販買った時にもらったこのシールですね。こちらです。はい、こんな感じになっております。まあ、こんな感じでね、計17回引いてきました。いやー、いいですね。本当になんだろう、海ちゃんを本当ここまで揃えられて本当嬉しかったです。本当にトレードしてくださった皆さんありがとうございますね。あとまああとブレスレットだけなんですよ、海ちゃんは。ですけど、まあここまで本当に揃って本当に嬉しかったですね。あとは自分はラブライブの中では、リンちゃんとニコが好きなんでね、リンちゃんとニコにね、そうね、やりました。でまあのんたんもね好きなんで、缶バッチやって、あとほのかとね、まきちゃんのやつも、もらってきました。はい、まあこんな感じですね。いやガチャ本当楽しかったです。物販の列がすごい長いって聞いたんですけど、ガチャもどのぐらいなのかなと思ったんですけど、10分ぐらいで、一周できましたね。なので結構早く感じましたね。はい、なので、すごく楽しかったです。でまあライブの、感想とかなんですけど、まあ、この動画の次に、出したいと思いますので、そちらも皆さんぜひ見てください。はい、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。何か質問リクエストコメントがありましたら、コメント欄やツイッターまでお願いします。はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。